1999年9月8日、大勢の人々が行き交う池袋の商業施設が悲鳴で包まれた。ああ、ムカついた！ぶっ殺せ！23歳の男が包丁と金槌で通行人を次々と襲い、8人を殺傷する事件が起きたのだ。男はなぜ無敵の人となり、何の罪もない無関係の人たちの命を奪ったのか。事件の背景には彼の壮絶な生い立ちと社会への強い不満が隠されていた。殺人などの罪で逮捕された合田博樹は1975年岡山県に生まれ、あ、お帰りなさい、お風呂空いてるわよ。大工の父と内職の母、そして4つ年上の兄の4人家族でごく普通の子供に育った。しかし小学校高学年の頃、祖父母が亡くなったのをきっかけに一家の暮らしは一変する。あなた仕事は？うるせえな、金ならたっぷりあるだろう。数千万円の遺産が入り、父親がギャンブルにはまって働かなくなったのだ。母親は内職を辞め、働かない父親の代わりに保険勧誘の仕事をして家計を支えたが、結構楽しいじゃない。やがて母親まで外回りの時間つぶしにパチンコを覚え、夫婦揃ってギャンブルにのめり込んでしまう。こうしてあっという間に遺産を使い果たし、両親が借金地獄に落ちる中、先生、僕合格しました。おめでとう、すごいじゃない。中学生だった合田は両親の姿を反面教師に猛勉強し、県内有数の進学校に合格した。しかし借金返済に追われ、合田がバイトをしながら高校に通う一方で、あら、お疲れ。遅くなってすみません。両親は一日中パチンコ屋に入り浸り、借金の総額は5000万円にまで膨らんだ。そのうち取り立てから逃れるために両親はほとんど家へ帰ってこなくなってしまい、あの、すみません、今親がいなくて。バケんなよ、おら。16歳の合田はたった一人で借金取りに頭を下げ続けた。この頃から合田はすでに一人暮らしの状態で、生活費が足りずに昼まで働くようになり、とうとう米がなくなった、もっと働かないと。せっかく合格した名門校にはいつの間にかほとんど通えなくなっていた。そしてある日、バイトから帰宅した合田は衝撃的な光景を目の当たりにする。ただい、なんだよこれ。家電や家具がすべてなくなり、家の中が空っぽになっていたのだ。両親は家財道具をすべて持ち去って蒸発し、あの、すみません、うちの親見ませんでしたか。え、荷物が全部なくなってるんです。合田は17歳で親に捨てられ、一人ぼっちになったのだ。両親が親戚中に借金をして夜逃げしたため、親族を頼ることはできなかった。合田、学費の滞納の件でちょっと話があるんだが。はい。結局学費が払えなくなり、猛勉強して入学できた進学校は高校2年で中退した。両親が夜逃げした後は実家で暮らすこともできなくなり、悪いけど俺も自分の生活だけで精一杯でさ。ああ、分かってる、すぐ住み込みのバイト探すから。合田は一人暮らしをしていた大学生の兄を頼って広島に出た。こうして寮付きのパチンコ屋でバイトを始めたものの、結局すぐに辞めてしまい、お前暗いんだよ、もっと大きな声でハキハキ喋れ。すみません。その後は清掃や工場、土木作業員など住み込みで雇ってくれる職場を転々とした。しかし中卒の上に住所不定だったため、ろくな仕事にありつけずに14回も転職し、腹減った、もう2日も食べてないや。住み込みの仕事がない時は駅や公園で野宿して、20歳でホームレスになっていた。この頃から合田は少しずつ精神を病んでいく。今すぐ会って君を抱きしめたい。早く結婚して一緒に住みたいね。何これ。妄想や思い込みがひどくなり、小中学生時代に好きだった同級生のストーカーになってしまうのだ。この女性とは一度も話したことすらなく、合田の完全な片思いだったのだが、結婚式はいつにしようか、ご両親にも挨拶に行かないと。もうやめて。女性に告白されたと勝手に思い込み、電話や手紙で迷惑行為を繰り返した。合田の妄想はどんどん激しくなり、女性の自宅にまで押しかけたが、いい加減にしてくれ、娘は君を覚えてないし、好意も持っていない、迷惑なんだよ。父親に厳しく追い返され、再び現実に絶望した。それから合田はさらに心を病んでいき、精神障害者、奇形児は歌舞伎町であったことが原因で患者になります。日本の人口のほとんどが小汚いものです。なんだこれ。外務省や警視庁、国連などに支離滅裂な手紙を何度も出している。そんな中、従業員削減で働いていた工場を解雇され、日本と違ってアメリカは誰にでもチャンスがある国だ、そうだアメリカに行こう。日本社会に不満を募らせていた合田は、昔から憧れていたアメリカへの渡航を決意する。
そして1998年、ゴーダは有金をはたいて格安チケットを購入し、アメリカへと旅立ったが、あのホームレス、日本人のようで。え？金はすぐに底をつき、公園で行き倒れているところを日本大使館の職員に保護された。その後は幸運にも現地の教会で寝床と食事を提供してもらえることになり、日本に帰りたくない。ずっとここで暮らしたい。ゴーダは希望を取り戻し、熱心に教会に通ったが、あっという間に3ヶ月間のビザの期限が来てしまう。日本に送り返されたゴーダは絶望してパスポートを破り捨て、これ頼んだよ、配達漏れのないようにね。ああ、はい。アメリカンドリームから目覚めて、東京都内で住み込みの新聞配達の仕事を始めたのだ。それから数ヶ月間は欠勤もなく真面目に働いていたものの、ったく寝坊してんじゃねえよ。代わりに俺が早朝の配達出たんだぞ。あ、すみません。事件の1週間前、ゴーダは初めて寝坊して責められた。この時所長に勧められ、ゴーダは生まれて初めて携帯電話を購入するのだが、いやー、連絡が取れないと困るから携帯を持ってくれたら助かるんだけどね。ああ、くしくもこれが後に事件を起こすきっかけとなる。所長に電話番号を教える流れで、嫌いな同僚にも番号を教えることになってしまい、俺も一応番号聞いとくわ。え？はあ、もしもし。それから数日後、ゴーダの携帯に無言電話がかかってきたのだ。働いて手に入れた携帯に初めてかかってきた電話が無言のいたずら電話だった。俺の番号を知ってるのは所長とあいつだけ。こんなに頑張ってきた俺に、あいつは嫌がらせをしてるんだ。これがきっかけで、ゴーダの心は壊れてしまう。両親が消えてから6年間、溜まりに溜まっていた鬱憤が爆発し、おかしいだろ？ああ、世の中おかしいって。俺は努力して苦労して生きてるのに、何も努力しない人間が笑ってて、これ、やっぱりおかしいだろ。ゴーダは初めて仕事を無断欠勤して部屋を出た。そして事件当日の午前11時半頃、包丁と金槌を手に池袋の繁華街に向かい、ああ、ムカついた！ぶっ殺せ！自分とは違って幸せそうに見えた通行人に襲いかかった。ゴーダには自分は努力している人間だという自負があり、幸せそうな人は皆苦労せずに生きてきた、努力をしていない人間だと思い込んでいた。こうしてゴーダは何の罪もない通行人2人を殺害し、6人を負傷させ、自分のような真面目な人間が生きていくのに努力してるのに、何の努力もせずに遊びほうけている人がいるのが不公平で納得できません。その場で現行犯逮捕された。ゴーダは統合失調症を患っており、弁護士側は心神喪失を主張したが、被告人は凶器の包丁を買う際、怪しまれないようまな板も一緒に買うなど合理的な行動をとっており、責任能力は十分にあったと認められる。裁判の末、検察の求刑通り死刑判決が下された。事件後、ゴーダの兄は事件のせいで結婚が破談となり、その後消息不明となっているが、ゴーダの両親は息子の死刑が確定した後も一度も面会に訪れず、最後まで姿を現すことはなかった。ゴーダは親に捨てられ、社会で孤立し、何も失うものがない無敵の人になってしまったのだ。ただいま。17歳で人生に絶望したゴーダに手を差し伸べる大人がもし一人でもいたのなら、こんな事件は起こらなかったのかもしれない。